ね、これ俺の恥ずかしいね。じゃあそうですね、さあソフトウェアプラットフォームで一応なんかリーダー的なことをやらせてもらいました。慶応の夢金欠の B4 の瀬野です。であと今回は、結構いろんな人に参加してもらいましたね。で、僕は全体の話をするんですが、一応僕らの目指したものっていうのは、まあ、みんなの力を合わせて人と暮らせるような、なんかそういうロボットを実現するプラットフォームを作れればなと思って、まあすごい毎日をブラックに過ごしました。ちなみに僕の活動も0日目から始まってて、これ0日目です。ひどいですよね。0日目でこれなんで、あのデモができただけでも奇跡だと思って、僕はすごい嬉しいなと思っています。で、まあ、こういう、なんだろう、まあ、みんなのミニドラになるためには、まあ、こういう要素が必要かなと思ってて、まあ、まずミニドラを賢くしたいわけですよね。まあ、そんなに賢いわけじゃないですけど、ある程度、あ、なんか知能はあるのかなみたいな風には持っていきたいわけですよ。なので、まあ、そういうなんか機械学習とか、なんかやろうかなと思ったら簡単に試せるようなプラットフォームを作りましたと、今回。で、あと、まあ、みんなのミニドラになるためには、あれですよね、なんか文系の学生とか、工学部だけじゃなくて、本当にいろんな人がミニドラで実験とかして、まあ、新しい知見をみんなに蓄えようみたいな、そういうことを可能にするために、なんとですね、コード一切書かなくてもブラウザを通すことで、例えばあれですね、そのウェブページみたいな感じで、ミニドラを操作できると。で、そのまま実験使ってしまうっていうことができるようになりました。で、あとは、まあ、ミニドラはみんなの人気者なんで嫌われないようにするために、あ、違いましたね、あと1個ありました。はい、あとこれ実機がなくても実験できる画像シミュレーターのモデルも今回作ってます。まあ、ミニドラ今回5体しかないんですけど、まあ、日本全国にミニドラ欲しい人がいっぱいいるわけですよね。なんで、もうミニドラ実機がなくて もうシミュレーターでやってしまおうみたいな、そういうことを可能にするために、まあ、今回シミュレーターにも挑戦しています。で、最後やっぱりセットアップがあれですよね、面倒いとみんな気になりますよね。ということで、セットアップを簡単にするために、プラグ&ドラって僕ら呼んでるんですけど、これも今回やりましたと。で、なんか全体の概要みたいな感じは、まあ、ミニドラがありまして、なんかロボットオペレーティングシステムっていうんですけど、なんかロボットを動かすなんかソフトウェアがあって、基本的には例えばさっきのデモっていうのはこのパソコンから遠隔操作してました。で、基本的にはもうミニドラの中身一切見なくても、なんかリモートから操作するだけで、まあ、機械学習とかできるような、ものを想定しています。で、なんか例えば前進するだけと思ったら、もうこれだけ書けばもう前進できます。まあ、DC モーターっていうのはこの車輪についているモーターなんですけど、まあ、これこの4行じゃないですね、5行ですね。もうお前もうこれ書いてある数字の認識ありますね。5行書くだけでもみんな前進できます。もうそれぐらいもう気軽にみんな意見になってますですね。ちなみに最初のデモではですね、まあ、全部使いました。頭に実は加速度センサー入ってて、例えば持ち上げた時になんか反応変わりましたね。あれ加速度センサーでちょっと持ち上げたのを感知してます。で、あとは、腕も足も、動いてましたね。で、あとカメラの映像を見てました。なんか一回落ちそうだねって言ってこうやりましたよね。あれは一応カメラでそれを、検知してやっています。で、あと喋ってましたね、スピーカーで。あとは本当は最後残念だったんですけど、本当は耳フッてやるとやらんみたいな、やめろよみたいな感じのアクションをやる予定だったんですけど、マイクがちょっとなんか機嫌が悪くてちょっといけないっていう、すいませんでした。で、ちょっともう今日は残念な不在なんですけども、結構いろんな人に、協力してもらいまして、まあ、この上の石川君、小林君っていう人は、まあ、今井健志望の P さんで、まあ、すごい熱心に今回の話を聞きつけてやってきてくれました。まあ、実は今今井健の倍率って2倍ぐらいあって、ここに来てきたからって今受かるわけじゃないっていうのがすごい、すごいです。小林くんじゃなくて永山くん。あーひどいひどいひどい、何もかすってないじゃん。やべえや、うわ、まあ、そうですね。あと永山中はデータセット協力してくれたので、それもちょっと、なるほどですね。じゃあ僕の中で小林くんっていう命名してくださいだね。杉岡さん、これソニーの、勤めてる杉岡さんっていう人で、本当にもうソニーで働いてるんだなっていうぐらい、すごいもうセンシングの達人で、もう僕ら困った時に全てもう助けてくれて、まあ、さっきのデモができるぐらいまで来ましたと。で、あと
まあ、今回ないんですけど、実はブラウザで、このカメラ画像をリアルタイムで確認できるっていう機能があって、まあ、今回ちょっと見せないんですけど、まあ、それも企業家さんがやってくれました。ありがとうございます。で、あとはですね、その皆さんのなんか見せるものがあるので、ちょっとやってもらいたいなと思います。じゃあ、イタイさん、私ですいきますか。いきます。